なんか愛知県の大村知事がまた変なことを発言して物議を醸してるようだね。大村知事といえば愛知トリエンナーレの人なんだけど、今回もはいと疑問を抱くような発言をしちゃってるんだよね。もう愛知県民がかわいそうで仕方ないよ。大村知事がなんて言ったかというと、定例会見の中でこう発言。検査を増やしたら医療が壊れると意図的にデマが流す方がおられるようですが、そんなバカな話はないのでありまして。検査しなくて放っとけということですかと。検査機関を増やすのは当たり前のこと。健康観察対象者も相当な規模がありますので、そういった方々がちょっとでも熱が出た時に検査します。これ、大丈夫？誰でも彼でも検査する気満々だよ。大村知事は他国の失敗を見てないのかな。だってイタリア人医師なんか、イタリアで感染が広まった理由は我々が PCR 検査を一斉に行ったからです、と言ってるくらいだよ。これの何がデマなの？愛知県民はちゃんと声を上げないと、日本のイタリア確定になっちゃうよ。ネットでも、愛知県民はこの人をリコールしないと大変なことになるかもしれませんね、とか、世界でも突出して高い愛知県人の致死率は、大村県知事の大愚策によるものか、とか、なんだか、北海道や大阪の知事に比べて随分真剣味というか、切迫感がないですね。意図的にデマを流す方とか、すでに特定方向にバイアスがかかったような見方をしてるのが、本当に県民の方々は気の毒だと思います。これでいいのかい？大丈夫か？愛知県民、などなど、心配の声が多数上がっている状況。他国の状況を見てたら、普通こんな発言できる。大村知事は、検査を増やしたら医療が壊れる、と意図的にデマが流す方がおられるようですが、って言ってるけど、そもそも考え方が欠落してない。だって、被害妄想丸出しの考え方だもん。大村知事に言いたい。愛知県民を守るのが知事の務めだよね。逆に危機にさらしてどうするの？デマだと決めつける前にちゃんと調査はしたの？大村知事の軽率な考え方は絶対に間違ってると思う。あまりにも問題を軽く見てるとしか思えないよ。愛知県で医療崩壊が起きた時、大村知事は責任が取れるの？愛知県で感染者が増えた時、他県がその尻拭いをしなきゃいけないの？大村知事はもっと責任を持った県政を行うべきだよ。そうでないと愛知県民が気の毒だし、あまりにもかわいそうだよ。